いよ12月になりまして、もう完全に冬でございまするね。皆さん風邪などひいてませんでしょうか。ミュージックボックス1週目担当パーソナリティの磯優子です。まあもう今年もね終わりですよ。終わりってまああと1ヶ月ありますけど、だってさ12月って基本的に忙しいじゃん開き直ったこと言うとさ、まあぶっちゃけると今会社員をしてる私としても12月はちょっとまあ繁忙期というところもあって、まあもう間違いなくバタバタしてるうちに12月終わっちゃうんだろうなっていう状態なんですよね。てかまあもうここのとこずっと忙しいんですけど、なのでまあお休みがあってもなんか寝て終わっちゃったりとか、そうね、まあ推し活、まあ推し活はねすごいずっとしてたので別に、ね、そこに関しては充実もしてるけど、やっぱさなんかそういうのがない日っていうのはどっちかっていうと寝て終わっちゃうくらいの感じ。まあ寝てちょっとこう普段できない家事をしてちょっと近所ブラブラしたら終わっちゃうかなみたいな結構ね寂しい生活してるなってちょっと最近思ってるんですけどまあまあそんな中でさ、やっぱ楽しみになってくるのがお買い物なのかなって思ってて、まあ、食べることは当然楽しみなんですけど、その前段階のお買い物っていうのもすごい私にとってはもう楽しみの一つにはなっていて、まあ、お仕事終わった後スーパーとか行って、なんでしょう、ちょうど時間帯的にねお惣菜とかにさ値引きシールがついてくるくらいの時間なんですよだからそういうの見ながら、まあ、たまにちょっとそういうの買ってみたり、そういうのを見ながら、あ今夜何食べようかなって考えてブラブラしながら、まあなんか乳酸菌飲料だけ買って帰ったり、まあさんざんうろうろしたのに何も買わないで帰ったりとかね、そういう日もあるんですけど、結局まああんまり歩くのがちょっともうだるくなっちゃって、お家に帰ってお家でアマゾンとか見てさちょっとお洋服見てみたりとか、そう最近お洋服は結構 ZOZO タウンとかで買うことが多いんですけど、まあそういうお買い物は結構楽しみにはなってるかな。もちろんね予算とかもありますから、そんなにね何でもかんでも買えるわけではないんですけどって思いながら、先週の放送フリア香織ちゃんの放送を聞いてましたら、なんかね買ってよかったものの中に生ゴミ処理機って言ってて、あ結構ごついもん買ってるやんってちょっと思いました。まあただねその家庭内に例えば2人3人4人で住んでてちゃんと料理もしてってなったら生ゴミ処理機ってあったらいいんだろうなっていうのは思います。やっぱ環境にも配慮しつつゴミも減るし、まあその処理されたものが例えば家庭菜園とかしてれば肥料にもなるかもしれないし、すごくねいいものだなとは思うんですけど、まあ現状磯優子の生活ではちょっと活躍の機会が見込めないかなというところで、だからそれが活躍できる生活がちょっとだけ羨ましいなって思ったりしながら聞いてました。でまあ買い物ってさ自分のものを買うのもそうなんですけど、私人にあげるものを買うっていうのがすごい好きというかワクワクするなっていつも思っていて、お誕生日プレゼントとかそういうのを買うのがすごい楽しみなんですけれど、まあ
私の大人になってからできた親友、まあ、ゆきちゃんっていう子がいるんですけど、その子がね誕生日が6月なんですよ。で、毎年プレゼントお互い送り合っていて、でこれはねすごいですね。大人になってからこう知り合ってからずっとやっていて、まあ、私が大阪に住んでた時もお互い宅配便とかで送り合うぐらいずっとやってて、で今年も6月来て、あゆきちゃん誕生日だなと思いつつまだプレゼント買えてなくて、でしかも誕生日だなって分かってるのに LINE すらしないっていうね結構ひどい、いや性格ですよ。でさ、まあ、7月になって8月かな、いよいよやばい、もう2ヶ月も経っちゃってると思って、いよいよ買わなんか用意しなきゃって思ったんですけど、もう何をあげたらいいかかもわかんないの。なんか付き合いも長いし、例えばこうなんか好きなものとかがあるのもなんとなくは知ってるけど、そんなにねまめに連絡取ってないから、今何が好きとかなんかにハマってるとかっていう情報があんまりないのね。その状態で毎年プレゼントを買いに行っていて、でもそれはどうしよう何にしようって考えてるのも楽しいんだよね。本当になんか付き合いたてのカップルみたいそう、それで、でなんか8月入ってさ、一生懸命考えて考えてプレゼントを買って、でゆきちゃんに、いや忘れてたわけじゃないんだよと、もうプレゼントなんて用意したんだいうアピールを LINE でして、もうゆきちゃんも優しいからさ、大丈夫だよみたいな、ありがとう用意してくれてって言いながらなかなか会えず、で結局ね会えたのが11月の半ばもうお誕生日から約半年経ってしまうっていうね、ほんとそんな状態でようやく会ったんですけど、さやっと会う日程が決まったってなった時にふと思ったんですよ。お誕生日プレゼント買ってからさもう2ヶ月以上経ってるわけで、ぶっちゃけると何買ったか全然思い出せなくてでもさ綺麗に包装してもらっちゃってるから開けるわけにもいかないし、うわ何買ったんだっけと思って、なんかね3個ぐらい買ったの。3個を1つの包装にしてもらって2個は覚えてたの、1個がどうしても思い出せなくてもうでも、もうしょうがないと思ってそれ持ってこうと思ったんだけど、会う直前にちょっとおしゃれな雑貨屋さんでちょっとこうあげたいものを見つけてそれを追加で買っていやこれは包装されてるプレゼントが2個あるけど、実はこうこうこうで、まあ、正直に言いましたよ。で、まあ、この追加のプレゼントに関しましてはさらにあげたいものが見つかったので、まあお渡しできなかった間の利息ということで受け取ってくださいって言ってようやく渡せたんですけど、そう、それ渡す日はねゆきちゃんが横浜の中華街に行きたいって言ってたから、一緒に中華街行ってご飯食べたり、で私がどうしても行きたかったなんかトリックアート美術館みたいなやつがあるんですよ中華街に。そこに付き合ってもらって2人でいろんな写真撮ったりして遊んで、そうそう結構ねトリックアート美術館楽しかったですよ。そうまた写真であんまりまだツイッターに載せてないんで、それもおいおい載せていこうとは思ってます。でゆきちゃんがなんか最近ね中国茶にハマってるってなんかおしゃれなこと言ってて、でなんかその茶葉を買いたいんだけど、そのお茶っ葉屋さんがやってるちょっとお高いティーサロンがある、そこにちょっと行きたいんだって言って、そう一緒にそういうとこ一人じゃ絶対行かないからさついてって、聞いたことないような名前の茶葉を使ったお茶を飲んで、なんかね2000円とかするのワンセットだけど、それで
すごい何回もお湯入れて5000も6000も飲めるから全然高いとは思わなかったし、美味しかったし、で2人で違うやつ頼んだから2種類楽しめたし、全然良かったですよ。でなんかお茶受けみたいな感じでドライフルーツがついてきて、それもなんかね美味しかったし、そうそう。でまあゆきちゃんはその目的の茶葉も変えてみたいな感じで一緒にね中華街デートを本当にカップルやないかい思ったけどそうまあまあそうやって楽しいんで、そうでもねゆきちゃんと会ったのも本当今年初だったんで11月にして、いやー嬉しかったですね。まあゆきちゃんがまだ結婚生活も幸せに過ごせてるっていうのも分かりましたしやっぱね自分が大好きな人、お友達とかさそういう人たちが幸せでいてくれると私も本当に嬉しいんだなっていうのを本当つくづく感じましたね。そんな風に思えるのも何でしょう、これ年なんですかね分かんないけど、でもね本当に大好きな人がそうやって元気で幸せにいてくれるその姿をねまた久しぶりに見れたし、いろんなね話もお互いできて楽しかったし、なんか本当に気持ちがすごいリフレッシュして、推し活とはまた違った元気をもらって、これは12月乗り切れそうだぞと思ってますよ。でね帰り際にゆきちゃん本当ごめんねみたいな、誕生日6月なのにさ11月とかになっちゃってって言ったら、あ大丈夫大丈夫本当大丈夫だよ、ゆっこの誕生日来月だけど多分私もすごい遅れるからってすごい簡単に言われてもうでも私はそういうところも大好きなので本当にね末永く大事にしていきたいお友達とね久しぶりに会えてとっても元気な磯ゆう子でございます。毎週金曜の夜10時 FM ホット839から地元ゆかりのミュージシャンが週替わりで音楽とトークをお届けするミュージックボックス、第1061回目の放送となる今週お送りするのは私1週目担当パーソナリティの磯ゆう子です。今流れているのは今週のオープニングテーマ曲磯ゆう子のラブソングです。今夜も1時間よろしくお願いします。私をじっと見てる、少しだけあなたに似てる気がした。もうすぐ約束のコーナーでは磯ゆう子の2023年を振り返っていきます。そしてピックイットアップのコーナーでは羊文学をご紹介する予定です。今週は皆さんから寒さ対策を、メールで募集しておりますので、そちらもねご紹介していきたいと思っております。ツイッターのハッシュタグはミュージックボックス、ボックスの V に注意して送ってください。
ぜひリアルタイムで番組に参加して一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです。今週もよろしくお願いします。今月の1曲です。今日は先に選曲テーマをお伝えいたします。冬の曲です。今の時期にね、聞きたいぴったりな曲集めました。今月の1曲目、牧原紀之で記憶。この曲は2018年だったかな、ニベアの CM ソングとして書き下ろされた楽曲なんですけれども、だから楽曲の中にハンドクリームであるとか、こう触れるとか、そういう表現がたくさん出てくるんですね。でやっぱり冬って乾燥するから、ちょっと誰かに触れることにちょっとためらっちゃったりとか、私もする時あるんですけど、やっぱハンドクリームとか塗ってちゃんとケアしてると、なんか自信を持った握手ができたりとかするところもあるので、本当にこの時期この記憶を聞くと、あ、保湿しようってなるし、あったかい気持ちになりますよね。人と触れ合うっていうことの温かさみたいなものをいつもこの曲から、思い出させてもらっています。ということで、今月の1曲は牧原紀之で記憶でした。My Favorite Things。 このコーナーでは磯優子がお気に入りのアーティスト、曲、アルバム、映画、本、ドラマなどをご紹介します。今週は磯優子の2023年振り返りでございます。パチ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 。まあと言いましてもね、まあそんなに正直トピックはなくて、もうメインは働いてましたっていう悲しいね。まあまあ社会人あるあるでしょうけれども、ということで、まあなんといっても今年はですね、カレンダーを見ても、1、2、3月は本当にほぼお仕事しかしてなくて、そうでね、今年やっぱり衝撃の出会いと言いますか、まあその前から出会ってはいたんですけど、6月15日、純烈についに出会ってしまったわけですよここからね、約半年ですけど、もうノンストップで純烈を応援しまくってまいりました。もともとは母が純烈のファン で、私もこう映像を一緒に見たりとか、CD 聞いたりとかはしていて、だいぶ知ってはいたんですよね。で、NHK の歌番組に純烈が出るタイミングで、私が大好きな King&Prince も出るっていうタイミング的に被ることが非常に多くて、やっぱね気にはなってたんですよ。で、母に誘われて6月15日に初めて純烈のコンサートに行きましたところ、ドハマり分かりやすくハマっちゃいましたね。だって本当に楽しかったもんでさ、やっぱ曲をもうすでにかなり知っていたこともあるし、
でメンバーのこともしっかり分かってる状態で行ってますから、やっぱね、何にせよやっぱ生で見るとハマっちゃうタイプなんですよね私。そうプロレスとかもそうだけど、生で一回見てみたらハマっちゃったみたいなすごい多くて、でそれが今年は純烈だったっていうのもあるし、あとね今年はなんといっても、まあ、今年はっていうかまあずっとなんですけど、私のあのチケット運のなさが本当に炸裂した1年で、まあ、当然キンプリは取れない、ファンクラブ入ってるのに。で高橋優くんも取れなかったの、ファンクラブ入ってたけど。でしまいにはバンプオブチキンも取れない、まあ、バンプオブチキンに関してはファンクラブがないので全員一斉全員一般販売になるので当然まあ取りにくいところではあるんですけれど、本当にチケットが取れない中で母が純烈のチケットを取ってくれたので、今年本当によく見に行きましたね。今年はコンサート2回、舞台1回行きまして、まあ、コンサートに関しては昼より投資券って見てますので、で現場に行けば CD2 枚買ってハイタッチ会参加したりとかさ、いろいろしてるんですけど、まあ秋に明治座で舞台がありまして、1部がお芝居、2部がコンサートみたいなイベントがあって、まあそれラッキーなことにお友達がチケット取ってくれて、すごいちょっと安く行けたので行くことができたんですけれど、もうそういうね純烈が舞台やるっていうその場面に立ち会えたことも幸せでしたし、そしてですよ、ついこの間なんですけれども11月18日だったかな、人生初めてのツーショット撮影会というのに、参加してきました。これは事前にですね指定された CD3 枚買うとツーショット撮影券がついてくるっていうののインターネット販売がありまして、それもう本当にチケット争奪戦がすごくて全然ネットつながんなくてみたいな、で母はなんとか大好きな白川さんのチケット1枚取って、私は自分では取れなくて協力してくれてたお友達がなんと2枚取ってくれたので行ってきたんですけれども、もう前日からもう緊張しちゃって、まあでも私は緊張とかしてても寝れるタイプなんで万全の状態で臨んだわけですけれども、ちゃんと推しのねカラー緑色のワンピースとか着ちゃってさでそう2日前ぐらい、イベントの2日ぐらい前だったかなに、6年連続で紅白歌合戦に出場することが発表になっていたので、まあ、2回取れるしと思って、で1回目はうちわを作っていったんですよ、6年連続紅白出場祝みたいなやつ作ってって一緒に持ってもらって、その時の模様もツイッターにもめっちゃ書いちゃってるんですけど、興奮しすぎて、そう一緒にうちわ持ってもらって撮ってもらったんですけど、もうだってゼロ距離ですよ、本当もう私の肩と後上さんの肩触れてるし、うちわ持ってる手も触れてるしと思ったら、空いてる方の右肩を手回して肩抱いてくれって言ってさ、なんてことだと本当にとんでもないことでございますよ、寿命が伸びました、本当に感謝ですで2回目は、そのイベントの1週間ぐらい前にベストヒット歌謡祭だったかな、に純烈が出て、なんとダンス企画で純烈が YOASOBI のアイドルを踊るっていう企画があったんですよ。これもすごいですね、純烈にオファーしようって思った番組側もすごいし、やりますって言った純烈側もすごいしちゃんと踊ってたし、もう本当に、ね、楽しかったんですけれど、そう、それがあったんでちょっとアイドルの途中の決めポーズで一緒に
写真を撮りたいとお願いしてやってもらったんですけど、本当に後上さんのね笑顔がとっても可愛くて、あの写真を大事に大事にね、本当毎日見てるぐらい大好きな写真が撮れたんですけど、もうそれだけでは飽き足らずに、あのちょっとアプリとかで、例えばさアクリルスタンドとか、なんだトレーディングカード的なさカードとかを作ってもらえるサイトとかがあるんですけど、そこでその写真でカード作ってもらって部屋に飾って、あの今ニヤニヤしてるっていう段階ですそんな感じで、これは磯ゆう子2024年も純烈愛止まらないなって思いながら日々過ごしておりますけれども、そんな感じで2023年はねほぼほぼ純烈一色となりました。クリスマスソングを一曲、純烈で愛が裁かれる時。これも10月ぐらいからコンサートで歌い始めるんですけれど、ちゃんとこれも生で一回聴けたのでとっても思い出深い曲です。お送りしたのは純烈で愛が裁かれる時でした。FM ホット839からお送りしておりますミュージックボックス、今週の担当は磯ゆう子です。さあ今年の振り返りをしておりまして、結果ただオタク丸出しの話をずっとしている私ですけれども、まあこの番組の趣旨としては地元ゆかりのミュージシャンが音楽とトークをお届けする1時間なわけで、地元ゆかりというところはねそんなにあのそうそう簡単に変わるところじゃないので私も大丈夫なんですけれども、さあミュージシャンとして活動したかと言われますとですね、今年は本当に何にもできなかった1年でございました。もうミュージックボックスをやっていることでかろうじてミュージシャンとしての息をしているような状態だったなと思ってます。もうね本当もう言い訳しか出てこない、本当に申し訳ない、そうね仕事も確かに忙しかったけど、本当にねもう言い訳しか出てこないから言い訳はしたくないけど、なのでちょっとね皆さんと直接お会いする機会が本当に作れなくて、まあ、とりあえずあのラジオとそのツイッターで私が元気にやってるっていうのは皆さん分かってくださってたと思うんですけれども、まあね来年もう12月はちょっともう私もうどう考えても無理なので、来年は絶対に皆さんと直接お会いできるライブっていうね機会を作りますので、その時にはねぜひ元気にお会いできたらいいなと本当に思ってます。でまあ正直そんな状態なので、まあ、ぶっちゃけスタジオに行ったりとか曲書いたりとかっていうのも本当にできてなくて、ちょっとね日々に追われちゃったなっていうところではあるんですが、まあでもねこう積もり積もったものとかたまりにたまったものとかがあるので、そういうのをちょっとずつ上手に曲にしていけたらなとは思ってるし、そういうのを皆さんにまた届けていきたいなという気持ちでいるので、もうちょっとだけね時間をくださいあとね本当音源の制作もね本当に全然何も私のところで止まっちゃってて進めることができなかったので、来年こそはねちょっとそこも進めていけるように上手に時間を作っていきたいなと思ってます。本当に反省しかないんですけど、ミュージシャンとしては。ただねこうやって1年間また、ミュージックボックスを続けてこれたっていうのはもう間違いなくリスナーさんと日産と FM ホット839ととにかく皆さんのおかげであると本当に思ってますね。活動してないミュージシャンをこの番組で使い続けてくれた西さんともたく丸出しの話ばっかりして
全然音楽の話をしない、パーソナリティを面白いって言って聞いてくださるリスナーの皆さん、本当にその皆さんのねおかげでしかないので、ここはでもねブレずにって言ったらおかしいけど、まあ、音楽の話は正直もう種岡さんと香織ちゃんに任せればいいやってちょっと思っちゃってて、であと西さんもねいるし、そうそう、だから私は私でこうなんかちょっとバラエティー班としてこれからもそこはブレずにやっていきたいなと思ってるので、そこは反省しない、全然もう今まで通り今まで以上に来年もなんかね楽しい話題ができたらいいなと思ってるし、今月も音楽の話しなかったねってちょっと言われたいみたいなとこもちょっと今もう私の中にあるからそこはねブレずにやっていこうと思ってますので、ミュージシャンとしてはね今年は本当に何もできなかったんですけど、来年に向けて気持ち新たに頑張っていきたいなと思っているので、もう少しだけねお待ちいただければなと思います。番組では皆さんからの感想、これを特集してほしいなどのメッセージを募集しています。メールはミュージックボックス fmhot@gmail.com ミュージックボックス fmhot@gmail.com ファックスは 042-776-0839 番です。あなたからの投稿お待ちしております。以上、今週のマイフェイブリッツシングスは磯優子の2023年を振り返りました。優しくて温かい、そんなラブソングを一曲、キング&プリンスで愛し生きること。メンバーの永瀬廉さんが出演しています映画法廷遊戯の主題歌にもなっていました。キング&プリンスで愛し生きること、お送りしました。Pick it up。このコーナーでは磯優子が気になったニュース、出来事、商品などをピックアップします。今週ピックアップするのは羊文学です。さあ皆様、羊文学ご存知でしょうか。今ねノリに乗ってる、3ピースバンドなんですけれども、この羊文学が呪術廻戦の主題歌を歌ってるんですね。で、アベマ TV でやっていた呪術廻戦の特番で、その主題歌 More Than Words をパフォーマンスしていたんですけれども、その映像が YouTube で、期間限定で公開されたというニュースがあります。この More Than Words は、テレビアニメ呪術廻戦第2期のエンディングテーマとして書き下ろされた一曲、10月31日にアベマ TV で、配信されたもので、羊文学が渋谷の街を彷彿とさせるロケーションで More Than Words を演奏する様子を楽しむことができます。アベマではテレビアニメ呪術廻戦渋谷事変記念特番のフル映像を無料で配信中で、この More Than Words は羊文学が12月6日にリリースするメジャーサードアルバムに収録されることが決まっています。ということで、私この羊文学の声がすごい好きで、最近結構聞いてるんですけれども、呪術廻戦のねエンディングにもぴったりなんじゃないかなと思っております。以上、今週のピックイットアップは羊文学をご紹介いたしました。お送りするのは羊文学でマフラー。12月6日には、メジャーサードアルバムも発売されます。ノリに乗っている羊文学でマフラーをお送りしました。FM ホット839からお送りしておりますミュージックボックス、今週の担当は磯優子です。さあ、今週は皆さんから寒さ対策ということでメールをお送りいただいておりました。何通かご紹介いたしましょう。ラジオネームアークさんです。
こんばんは。こんばんは、そもそも自分は暑がりでヒートテックとかカイロとかはもう全然ずっと買ってません。とはいえ寒さ対策しなすぎて風邪でもひいたら大変なので、首、手首、足首といわゆる首のつくところだけは冷やさないように気をつけています。血流の多い血管が皮膚の近くを通っていて体を温めるのに効率がいいみたいです。これからますます寒くなると思いますので、イソッチも冷えて風邪をひいたりしないように、そして全人類の宝である大切な喉を痛めたりしないように気をつけて、また素敵な歌声を聞かせていただけたら嬉しいです、ということでありがとうございます。そうね、やっぱ首とか手首、そう、首がつくところは大事って言いますもんね。あの人間の急所ですからねそうそうそう、本当に。でもマフラーするだけでも全然違うし、ちょっとね、いつもより長めの靴下履くだけでもやっぱりちょっと違うなと思うので、これすごくね理にかなってるんじゃないかなと思います。まあ、私はね寒さに弱いのでヒートテックもカイロもめっちゃ買ってるんですけど、そうやっぱねマフラーとかね、あのなんていうの、タートルネックみたいなちょっと首の長い洋服とかさ、そういうので温めるっていうのもとても大切だなと思いますね。全人類の宝であるという喉をね言っていただいて本当にありがとうございます。あの来年こそは歌声をお届けできるように本当にあの準備していきたいと思いますので、もうちょっとだけ待っててください。続いてラジオネーム水玉スニーカーさんです。こんばんは。こんばんは、純烈さんとの写真を目にしましたが乙女イソッチ 100% でしたねそうなんですよ、職場の人にも見たことない女性の顔してますとか言われてちょっと恥ずかしかったです寒さ対策ですがレッグウォーマーです。首、手首、足首、あったかウォーマーで寒さ乗り切ってます。パジャマのズボンの足元もふわっとした素材のウォーマーをつけてあったかぐっすり眠ってます。いや、2人とも同じこと言ってる。やっぱり首、手首、足首ね、やっぱ人間の急所ですよね、大きい血管取ってますからね。あったかウォーマーいいですね。私もとりあえずちょっと寝るときまだ靴下履いたりはしてないんですけど、でもあの首とか全然関係ないんですけど、ちょっとビビって、あのとりあえずあの寝巻きはあの上なんていうの、パジャマの上はズボンの中にインしてみたりとかはしてますもうお腹冷やすのが一番怖い、本当に私は。でもね、そう、そういうのもすごいね、温めるっていうのは本当に大事だなと思います。本当にありがとうございます。もう一ついけるかな。こちらはねツイッターの DM でいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム五郎丸さんです。そっちこんばんは。こんばんは、僕の寒さ対策は加湿です。やっぱり部屋が乾燥すると寒く感じますが、加湿してるだけでちょっと気温が、マシになるような気がしています。部屋のカビには気をつけながら、温めていきたいと思います。磯地さんも風に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。加湿ね、ほんと加湿大事ですね。まあ、うちはねちょっとまあ正直そんなに広いお家じゃないので、今加湿器っていうのは置いてないんですけれど、シャワー浴びた後お風呂場換気扇つけないでドア開けっぱなしで部屋に蒸気送ったりとかあの洗濯物を部屋に干すっていうね、そういうのでちょっと若干の加湿をしておりますけれども、やっぱねそう乾燥してると寒いよね。あの本当にちょっと湿度があるだけでマシになるので、っていうのってやっぱり喉も痛めにくいしっていうので、私も加湿は結構ね大事かなと思ってはいます。まあね、皆さん手首、足首、首プラス加湿です。皆さん風邪をひかないようにこの寒さね乗り切っていきましょう。皆さんメールありがとうございました。来月のメールテーマは今年の抱負です。もうベータですが、これを皆さん言い合って叶えていきましょう。今週もメッセージありがとうございました。2023年も残すところあと1
ヶ月足らずでございますけれども、皆さん年を越す準備そろそろ始めてますか？全く私はそんな気持ちには慣れておりませんもうでも本当にね、今年1年もミュージックボックス支えてくださって、聞いてくださって本当にありがとうございました。来年もね、さっきも言った通り楽しい放送をお送りできるように、日々頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいなと思っております。今お送りしているのは今週のミュージックボックスエンディングテーマ曲、私磯優子の花歌歌うに乗せて今夜もお別れです。来週のパーソナリティは種岡康弘、私磯優子はまた来月というか来年の1週目に登場いたします。今夜も1時間、そして今年も1年間お付き合いいただいてありがとうございました。ミュージックボックス、また来週です。さようなら。